チェンジ働き方。次こそは就職してバリバリ働くぞ、正社員を目指すぞと頑張ってはみたものの、就職活動をしているけどなかなか決まらない。就職活動って何から始めればいいの？正社員になると何が変わるの？面接では退職理由をきちんと話すべきなど、さまざまな悩みや疑問が出てくるもの。でも誰に相談したらいいのか、どこに相談したらいいのかわからない人もいるかもしれません。そこで今回のテーマは、若者の就職を応援します。就職活動を応援してくれる近江若者未来サポートセンターをご紹介します。 JR 草津駅近くにある近江若者未来サポートセンター、滋賀県及び滋賀労働局が共同で設置した若年者の就労に関する支援を行う窓口です。近江若者未来サポートセンターは、就職したい、働きたいという思いを持った若い方の就職を応援するところです。ご利用できる方は学生の方をはじめ、45歳未満の若年の方が対象になっております。一人一人のニーズに応じて、相談から就職までの一貫したサービスをワンストップで提供しております。ではどういった支援が受けられるのでしょうか。まず滋賀新卒応援ハローワークと滋賀若者支援コーナーでは、求職情報の提供や紹介状の発行、求人企業との面接予約ができます。次にヤングジョブセンター滋賀では、キャリアカウンセリングや福祉の仕事相談などの各種相談や、メールマガジンなどによる就職情報の提供を実施しています。また若年者地域連携事業事務局では、臨床心理士によるメールカウンセリングを、滋賀県地域若者サポートステーションでは、就職が困難な方を支援するため、就労体験や交流サロンなどを実施しています。そしてさまざまなセミナーも開催しています。企業が求めるヒューマンスキルと就活スキルを体系的に学べる滋賀の三方よし若者未来塾、自己分析や応募書類対策など実践的な内容を学べる就活セミナー、また社会人のスキルが向上できるスキルアップ講座もあります。さらに県内企業と若者との合同就職面接会なども年に 3,4 回開催し、企業とのマッチングを支援しています。最後に就職活動中の方へアドバイスをいただきました。自分には長所がないとおっしゃる方が多いんですが、さまざまな角度からお話を伺うと、皆さん必ず長所があります。一人で悩んでいらっしゃる方は、ぜひセンターに相談にお越しください。近江若者未来サポートセンターのサービスは全て無料でご利用いただけます。詳しくは近江若者未来サポートセンターまで。番組では働く人みんなが笑顔になるために、働き方を改革するヒントを紹介していきます。今日からあなたもチェンジ働き方。